トベの生配信が30番人庁の同時接続者数を達成。大手企業が協賛する新たなビジネスモデルの可能性。日本のインターネット空間では様々なジャンルの話題が生まれ、その多様性が広がっています。今回はユーザーローカル提供の 生放送リアルタイムランキングをもとに11月19日から11月25日までの1週間で注目を集めたトピックスを紹介します。その中で最も輝いたのは、トベの生配信で130万人の同時接続者数を突破しました。 トベ、2b の生配信の成功。トベは芸能事務所として知られる滝沢秀明さんが代表を務める新興のグループで、もともとはスマイルアップ、旧ジャニーズ事務所から移籍してきたタレントたちが所属しています。そのメンバーには、元 V6 の三宅健さん、元キスマイフト2の北山博光さん、元キングプリンスへの平野紫耀さんなどが含まれています。 11月25日にトベの公式 YouTube チャンネルで配信された10ン・トベファミリー全員集合で番組は実は初めてだよスペシャルから。では、トベメンバーが初めて集結し、バラエティ番組風のトークを繰り広げました。この配信において、大手企業2社、コーストスシローが PR 制作協力としてクレジットされ、 配信内でもその協賛が明示されました。これは YouTube のビジネスモデルにおいては異例であり、通常はイベントへの協賛が主流であったため、注目を集めました。異例のビジネスモデル、通常 YouTube 上での企業協賛はイベントへの支援が一般的であり、例えば格闘番組、ブレイキングダウンや VTU バーのゲーム大会、 K, Z, H, C, U, P などがその代表例です。しかし、今回の10ンでは、バラエティ番組でありながら、複数の大手企業が協賛に参加した点は、日本国内では非常に珍しいケースと言えます。この異例のビジネスモデルが成立した理由は、トベメンバーがスマイルアップ所属時代からの人気や知名度を持っており、 様々な企業商品サービスの CM 出演やイメージキャラクターとしての実績があったからと考えられます。実際、配信の反響は大きく、番組ハッシュタグが X、旧ツイッターの世界トレンド1位に躍り出、コースやスシローの名前も日本のトレンドにランクインするなど、成功を収めました。スカイピースの大型企画、同じく注目を浴びたのは、 コンビ YOUA のスカイピースに一票ある、テトゥーバーガチバレー対決生放送でした。最大同時接続者数約15万を記録し、3位にランクインしたこの企画は、スカイピーステオ君が1年の準備期間をかけて実現させた大型企画です。テオ君と星2星、さんはバレーボールの経験がない YOU をチームメンバーに集め、1年間練習を行い、 白熱のガチンコ試合を繰り広げました。この企画では、水溜まりボンドのカンタさんや、コムドットのヒューガさん、ユーマさん、ジュキヤさんなどの人気 YOU が参加し、立川立日アリーナで行われた試合はフルセットにも連れ込む白熱の戦いとなりました。この対決は TikTok 上での盛り上がりも大きく、ファンが編集したナプレイ集や感動シーン集が多数投稿され、 注目を集めました。二次三次の新人デビュー、11月24日には、VTU ーバーグループである二次三次からデビューした新人ライバーのデビュー配信が5番人を超える同時接続者数を記録しました。この中で特に注目されたのは、立伝と繰り返し、立つてとと、3、しオりおるり、しおりわるり、3、ミランケストレルさんの3人で、 特にしおりようるりさんは最大同時接続者数5万5千人を記録しました。二次三次は国内においては18名もの新人ライバーをデビューさせており、その中で10名がバーチャルタレントアカデミー略称 VTA と呼ばれるプロジェクトからの卒業生です。 VDA は2次3次のマネジメントの右ハを生かした各種座学や企画制作のワークショップを提供し、ライバーとしての基礎を学ばせるプログラムです。VDA 卒業生は在学中からライブ配信を行い、卒業後は自らのスタイルを確立してデビューします。彼らはまさにライバーとしてのスキルを高め、ハードルを乗り越えてきたエリートたちと言えるでしょう。 この一週間の動きを振り返ると、トゲの生配信が異例の同時接続者数30万を記録し、大手企業が協賛する新たなビジネスモデルが注目を浴びました。また、スカイピースの大型企画や2次3次の新人デビューも多くの視聴者を引きつけ、インターネットの多様性と面白さを再確認させられる一週間でした。 今後も注目のトピックスに期待し、インターネットの新たなトレンドに耳を傾けていくことが重要です。いい